前からね、車が来ないことを祈るばかりでございます。道中ね、10キロほどございますが、まあ頑張ってね、崖から落ちないように車運転していきたいと思います。すごいよな、降りるのが怖いねんな。意外と多分ね、昨日なんか登山者のなんかイベントをやってたみたいなので、昨日ねキャンプの宿泊者はいないはずなんですよ、車のね。なので前から車が降りてくることはないかなとは思っておりますが、要所要所がさ、まあ去年覚えてる限りではびっくりするようなね道だったわけよ。まあ最近さ、こういう道もかなり、車が前にいる、この人何、なんでこんな変なところに変な方向向いて止めてんの、そういうのありな。ということでまたね、 GoPro がね熱暴走するのも怖いので一旦止めます。こういう狭い道も慣れてきてんのかな。去年来た時より怖さがさ全然違う。なんか去年もっとおどおどと運転してたような気がする。そしてなんかさ、同じような道幅なのになんか今走ってる方が道幅がすごくね広く感じる。で要所要所にさ対比場所がさ結構あるもん。っていうかやっぱり余裕が出てきてんだろうね。展望台とキャンプベース、こっちでいいやな。いいのね。着。こんにちは、みきみこでございます。田舎の風のキャンプ場からこちら陣馬片山キャンプ場への移動でございます。一応ね、標高が1480メートル、山の上のねキャンプ場となっております。こちらね、去年キャンプの帰りにね立ち寄って絶対ねキャンプしたいなと思って今回ね足を運んだキャンプ場になっております。360度絶景のね、一応サイトの方ね予約してサイトにしております。今からねテントの方を設営いたしまして、今日と明日ねこちら陣馬形山でのねキャンプを楽しんでいきたいと思います。今日のね幕はパンダ、もうねワンポールでねパチャッと設営できるようにパンダの方設営していきたいと思います。はい、それではね、しんど、結構ね荷運び大変よ今日ね。この一番上の360度のサイト10組限定で10組ね全員ねなんか埋まってるみたいですよ。サイト10組全部埋まってるみたいなので今日はねって感じですね。はい、ってことでね設営していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではよし、とりあえずね設営できました。あとね中の方ねゆっくりレイアウトしていきたいと思います。
はい、設営の方ね完成いたしております。どんな感じかと言いますと、こんな感じです。今日はね結構ね両隣にキャンパーさんがおられるので、いつものようにねおしゃべりができない感じです。蚊取り線香焚いたらさ、アグとブヨとハチといなくなったわ。今日パンダでさ、あんまり意味のないことしてる。ただ左右のねキャンパーさんの目隠しにはなってます。今日の楽しみの一つは、陣馬片山のね、山荘にあるクラフトビールよ。結構なね、クラフトビール置かれてるみたいなので。見て、最高。ちょっとビールの方をね、チョイスしたいなと思ってまーす。すごいよ。すいません。はい。写真撮影よかったかな。はい、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 はい。薪がいっぱいよ。薪の種類ですか？うん、なんかワンコンテナとかって。そうですね、このコンテナのすり切りいっぱいが一コンテナで、うん、まあ、その大体半分量ぐらいが900円っていう。で、一コンテナが1500円、あ、なるほど、ですね、はい、はい、ありがとうございます。でも自分で好きな薪選んでもらって入れていただくって。どんな感じなんですか？一応、針葉樹が多いんですけど、はい、ここら辺の間伐材なので、まあ、はい、唐松とか赤松が多いんですけど、うん、ここら辺が広葉樹が混ざってたりするので、はいはい、それをこう自分でこう見極めながら。じゃあね、ちょっとクラフトビールを買おう。ありがとうございます。さあ何飲もうか、見て見て、すごいぞ。平時だったらもうこの、うん、恐竜のこれが平時で、こっちが IPA の恐竜なんですけど、うん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 、こっちの平時はすごく飲みやすくて、まあ、平時好きだったら美味しいかなと思いますね。IPA だったらもうこれが私はすごい、IPA の中でも飲みやすく、結構ホップ強めですごく苦いんですけどね、まあ、IPA の良さがすごく出てるかな。これはどんな感じなの？これは、うん、名前がすごいですよ。ピーナッツバターミルクスタウトって。キュウリをいただきます。ありがとうございます。キンキンに冷えてるぜ。はい、ありがとうございます。はい、ダダキーゲット。こちらでね、有名なクラフトビールね、ちょっと買ってきましたので、今からねクラフトビールで乾杯したいと思います。本日の1本目、キングス恐竜だよ。こちらいただいていきたいと思います。どんなお味かな。それではドキドキワクワーク。あ、でもいい匂いしてる。あ、これはなんか当たりのような気がする。それでは陣馬片山に乾杯。ティース。あ、めっちゃ美味しい。最高。お刺身。私より賑やかな人がいてよかった。よいしょ、いただきまーす。あー、うまっ。うまいわ。っていうかビールが美味しいわ。クラフトビール最高。あー、美味しい。はぁ、あ、ということでゆっくりね食べていきます。はあ、昨日のさ、やっぱステーシーもええけど、やっぱパンダは設営が簡単や。ええな。やっぱ、パンダも、パンダ最高や。で、
さあちょっとゆっくりしたら写真撮りに行こうかね。私過去一ちゃう？テントとテントの間がこんなに空いて、あの隙間がぺったりって初めてかもしれへん。隣でもカップル、のどかやわ。虫がおらんわ。あの昨日のとこみたいにちっちゃいハエのちっちゃいのがと思ったおるわ。でっかいハエはええね。ちっちゃいハエがさ目に入ってくるからいいやん。なんかさ、あの夜あそこにつまずいてこけんちゃん私。まあのどかでのんびり、天気があと数日持ってくれる予定。まあでも荷物が大変や。なんかワゴンみたいなので運ぶんやけどさ、荷下ろしの時だけ置ける車の駐車場があって、そこからのこのサイトに入んのにさ結構坂が急なんよ。その急な坂道が荷物乗せてたらやばいねって感じ。もうちょっとしたらね、上のね展望台に行って写真ね撮りに行きたいと思います。ワンティグリス、いいな。はい、さあ登りましょう。もうすでに息切れしてるぜ。空に近いキャンプ場ですよ。さあ空が青いよ。もうさお酒も入ってるからさ結構息切れよ。すごい、もう景色最高。星が見えたら最高だけどね。どうかな。さっきねこちらのねスタッフ、おーめっちゃ最高。わかる？すごい。いや、もうやっぱさすごいわ。はい、パラフク遊んだので我がサイトに戻りたいと思います。誰もいないからいいわ。前回来た時さ結構観光客の人とかいてたからさ、結構やりたいことやれなかったんよね。サイトの方にはね結構ねテント張られてるんでね、この辺りでカメラ止めときます。
はい、それではね、小腹が空いてきたので昨日買ってね、食べなかったゴロッとエビシューマイ、こちらね、蒸していきたいと思いますこだわりのレモンサワー、レモン丼、箸休め的な酒休め、酔いざめに乾杯、ピース。1445m ってことか。ジンバさん、1445m。乾杯、ピース。まずまずじゃ。ここで巻き買ったわ。あのすんごいみかんコンテナ、満タンで1500円、針葉樹と広葉樹が分けられていて、お好きに好きなように詰め合わせてくださいって。1500円安いと思うわ。やっぱりこっちの方に来たら薪は安いな。安いと思うわ。あーでも去年の6月ちょうど3日の日にここに来てたんかな。まさか本当にまた来るとは思わんかった。天気良かったら高ぼっちも行きたいねんけどな。天気悪いやろな。明日ぐらいから天気崩れるよね。なんかさ、クラフトビール飲んでさ、チューハイとか飲んでたらさ、もうほぼジュースやんな。やばいわ。はい、それではね、今回のお話もそろそろ締めさせていただき、次回につなぎたいと思っております。長野県ね、やっぱええわ、すっきゃわって感じでございます。はい、こちらね、神馬片山なのか、ちょっとね、どちらが正しいのかよく分かりませんが、今回でね、2度目となる今日、3度目来ることはね、あるんでしょうかね。はい、今回の一人旅、まだまだね、長く続きますがね、最後までね、ご一緒していただけたら嬉しく思います。ってことでね、そろそろ失礼させていただきます。次回もね、こちら神馬片山からのお話となっておりますので、引き続きのご視聴何卒よろしくお願いいたします。それではさようなら、バイバイ、ミキミコでした。バイバイ。